ケンブリッジローラー AMR シリーズの商品説明をさせていただきます。まずはじめに、ケンブリッジローラーとは、播種前後で鎮圧作業を行うことで作物の収量増加を促す作業機になります。播種前の鎮圧作業では、圃場を均平にし、発芽時期を揃える役割があります。また播種後の鎮圧作業では、土と種子の密着を促し、土壌の水分を種子に行き渡りやすくし、発芽率を向上させます。こちらのケンブリッジローラー AMR シリーズの主な特徴としては、こちらの鎮圧輪です。こちらの鎮圧輪一つ一つが独立して動くことで、鎮圧作業に必要な地面追従性が確保されます。この鎮圧輪によって鎮圧された種子がしっかりと発芽していることがわかると思います。移動状態から作業状態への変更は油圧2系統で行うことができます。ケンブリッジローラー AMR シリーズのラインナップはこのようになっております。作業幅 4.5 メートルの AMR450M はローラー径が50センチの1種類、また作業幅 6.2 メートルの AMR620M のローラー径は50センチと60センチの2種類から選ぶことができます。この商品についてのお問い合わせはお近くの販売店までお願いいたします。 A Sustainable Future Yanmar